まあ、どうせやるんだったら、僕とピーターやったらどうですか。チャオ、小ヒルマです。ブレイキングダウンについてお話ししたいと思います。お願いします。先ほどちょっと LINE がありまして、ブレイキングダウンさんのスタッフの方から来まして、小ヒルマさんには試合審査員をお願いしたく連絡しましたと。仕事内容はその審査員の席に座っていただいて、試合の審査および解説を行っていただきたいという連絡が入りました。前半の10試合を審査していただくということで、まあ、その後はインフルエンサーの VIP 席に座って、後半戦も観戦してほしいということで、来ました。まあ、だから朝倉未来さん、あとは優吾さんなどと一緒に、まあ、解説含めて審査するということで、お仕事が、決まりました。ブレイキングダウン、実は僕も一回VVIP に見させてもらったんですけど、1分間の殴り合い、試合はね、ほんとすぐ終わるんですけど、なかなかこの試合ドラマがあるので、僕もそのね、朝倉くんの YouTube を見て、オーディションがね、暴れまくってました、皆さん。まあ、そんな彼らの審査員含め解説させていただきたいなと思って、まあ、非常に楽しみにしています。まあ、この試合いくつか僕も楽しみな試合がいくつかあるんですけど、まあ、それは追ってまたどちらが勝つかとか含めてまた予想動画ですね、上げていきたいと思います。で、今回はメインリポーターとしてカジサックさんが入る予定なので、ブレイキングダウン5ですね、第5回目、これメインリポーターのカジサックさんが暴れん坊たちをどのようにリポーターするのかも楽しみですけど、で、僕も今エグゼクティブファイトっていう、まあ、こちらありますけど、まあ、社長対社長、まあ、要はビジネスマンエリート同士が戦っている大会を東京の八芳園さん、今年に入ってアメリカからバイデンさんが来ましたけど、その時に八芳園さんに、来たと思うんですけども、そちらの八芳園で、日本の、エグゼクティブ経営者ビジネスマンエリートが集まって試合をするというところの僕がプロデューサーをさせていただいてやっています。このブレイキングダウンさんはその日本の暴れん坊が集まると、で、日本のビジネスマンエリートの彼たちが僕のエグゼクティブファイトで戦っていると、非常にね、この真逆のところの真逆の世界のところで解説をするっていうのは非常に楽しみにしています。ちなみに僕はよく朝倉さんのね動画見てるんですけど、ピーターズの試合ってあれあるんですかね、本当に。なんかピーターさんがね、俺と試合戦いたやつって言ったら、オーディションに来てる人たちがはいはいはいって手を挙げてたけど、あれはね、ガチでね、そんな舐めた気持ちで行くとね、本当にピーターさんに殺されると思います。ピーターズといえばもう僕もね、武蔵さんとかいろんな人たちからお話聞いてますけど、オランダに合宿行ったと、そしたらピーターズがいて、ピーターズとみんなとスパーリングしたと、ピーターズが誰でもが勝ってこいよって、日本人みんな来てんだろう、合宿だろう、来いよって言って戦ったらしいんですね、スパーリング。武蔵さんを含めそこにいた全員がこれどうやって戦えばいいのっていうぐらい塗り壁のようにね、冷蔵庫が目の前から来てるような、もうそんなだったらしいですよね。本当にどう戦っていいかって、一番強いのはピーターズだということを言ってた、覚えてるんですけど、僕は武蔵さんとかいろんな人とスパーリングしてね、もう十分強さを知ってるし、うまさも知ってるんですよね。その人たちがやっぱりピーターズの凄さっていうのを言ってまして、ブレイキングダウンのオーディションの皆さんはその強さを知らずに手を挙げて、本当に大丈夫かなと思って見てたんですけど、まあ、どうせやるんだったら、僕とピーターやったらどうですか。1分間の、まあ、喧嘩ですよね。実際にね、ルールありの3分3ラウンドの K1 のリングだったら、まあ、100キロ級と70キロ級の差が出ると思うんですけど、まあ、僕も今体作って頃よりも増量してますし、まあ、何より、K-1 っていうものを作ったアンディ・フグさん、ピーターズ、そしてアーネスト・オーストン、そこからいろんな人たちが作ってきたこのピーターズ、やっぱり邪険できないですよ、本当に、伝説の人ですよね。 K-1 ワールドマックスと K-1 ヘビー級の戦い、オープンフィンガー1分間なんかやっても面白いかなと思ってます。
るんだったら、まあ中途半端な選手よりは僕の方がいいんじゃないかなと思います。ブレイキングダウン、皆さん見てください。また勝敗の予想動画も上げていきたいと思いますので、ぜひそちらを見てください。非常に楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。